ホームイオ・シラタキ駅は、愛媛県大洲市白滝正直家屋にある、四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は、S14?IR、イオナダ線の愛称区間に含まれている。ルリヒメ祭りや紅葉で知られる白滝の最寄り駅である。また、例年11月23日に、ルリヒメ祭りの行われる、白滝公園の最寄り駅でもある。国鉄時代、 私の旅スタンプ設置駅であった。この駅を開業させたのは、愛媛鉄道である。1918年の2月14日に、愛媛鉄道が長浜町駅から大瀬駅までを開通させたのに伴い、愛媛鉄道の途中駅、茅屋駅として開業した。なお茅屋駅は開業当初現在の位置とは別の位置にあった。1928年7月に今の位置へ移転した。 愛媛鉄道は1933年の10月1日に国有化となり愛媛線とされる。同時に駅名は現在の伊予白滝駅に改称されている。期間は愛媛鉄道時代から 762mm のままであったが昭和10年10月下灘駅から伊予長浜駅までの路線の開通に合わせて 1067mm に改められ、この時、 高松駅から下灘駅まですでに伸びていた予算本線が愛媛線を含めて伊予大津駅までがつながったため高松駅から伊予大津駅までが予算本線とされたので当駅も予算本線の駅となった1986年の3月には向原内湖間の新線が開通し向原駅から当駅を経て伊予大津駅に至る線路が幹線としての役割を 喪失したためこの駅においても優等列車が通過することはなくなった。この駅はその後1987年4月には国鉄の分割民営化により四国旅客鉄道の駅となって現在に至っている。予算本線は1988年6月に予算線と解消された。2番乗り場には待合所が2つある相対式ホーム2面2線を持ち列車同士の 行き違いが可能な地上駅である。駅舎は木造平屋で古くからの小柄なものであるが綺麗にリニューアルされている。無人駅であり駅員は常駐しておらず、自動券売機等の設置もない。ただし、11月23日のルリヒメ祭りの際には乗降客が多いことから職員が臨時に派遣される。駅舎横の駐車場には小さな池があり、金魚が泳いでいる。 2番乗り場には、待合所が2つある。駅付近には肘川が流れそこに田淵川や滝川が、注いでいるが特に滝川には、白滝と呼ばれる難段にもなっている滝があり、これが当駅の名前の由来となった。駅から数分歩いたところの肘川には、白滝大橋という橋がかかり、対岸とこちらの岸を結んでいる。当駅の周辺は、 肘川の作った平地にあたり比較的人家が多く、駅前は商店街である。伊予鉄何呼ばす。ありがとうございます。